陸軍弾道ミサイル局のロゴマークアメリカ陸軍弾道ミサイル局はアメリカ陸軍にかつて存在した部局弾道ミサイル及びロケットの開発を行った陸軍弾道ミサイル局は1956年にレッドストーン兵器省で設立されたこの頃アメリカ合衆国政府は人工衛星の打ち上げはアメリカ海軍が行うこととし陸軍には 弾道ミサイルの開発に当たるように指示していた。陸軍弾道ミサイル局は事実上、ベルナー・フォン・ブラウンが指導しており、V2 ロケットの発展型である、レッドストーンミサイルの開発を行っていた。海軍のバンガードによる人工衛星の打ち上げは不調であり、その間にソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げた。これを受けて、 1958年2月1日、陸軍弾道ミサイル局は、レッドストーンの発展改良型である、ジュノーアイにより、アメリカ発の人工衛星であるエクスプローラー1号を、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げ、これに成功した。なお、陸軍弾道ミサイル局のうち、宇宙開発関連部局は、アメリカ航空宇宙局の発足に伴い、1960年までに、 そちらに統合された。ありがとうございます。